すごい好きですこの曲 Everything will be alright。 はい、マネ CD プレゼントしたい。 iPhone に嬉しい、待ってるね。嘘、大丈夫、私買います。全種買うの、え、わかんない。でもこの前のあったやん、何だっけ、前のサードシングルかな、好きで好きでしょうがないわ。その行ったところにそのちょっとしか種類が置いてなくって、それで買えなくって、そんな感じです。そう、正座して待ってた。あー嬉しい、ありがとう。嬉しいのかな、足崩してください。足崩してね。さまざまな曲も好き。え、そう、めっちゃ頭の中に残りやすい曲じゃない。そう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 、ね、今日ね、これ今日もね、こういうのがいっぱいあります。まだねあるからね、先にねこっち紹介していきたいと思います。はい、ニキハイお疲れ様。みんなありがとう、ニキハイお疲れ様。あ、みんな見てくださった方ありがとうございます、ありがとうございます。ほんまにめっちゃなんかニキハイな、ほんまに楽しかった。そう、楽しかったです。いいボケしてたね、ほんまに。嬉しい、いいボケしてた。そう、なんか正直に言ったな、正直に言ったらその全部その大阪やからって思われるから、思われるかなって思って結構面白くした。え、なんかでもね、面白くしたつもりです。結構ね、自分の中では。前髪何点、今日の前髪ね、何点、30点。今日の前髪30点。目立ってちゃんじゃん。今日はカラッシュないの？ないよ。え、あれからあのね、酸っぱいの食べたやん。もうね、あの生クリーム、酸っぱい生クリーム食べたやん。そう、酸っぱい生クリーム食べて、もうすんごくって、あの生クリームあるやん、あれにさ、そう、歯キシキシ治った。だいぶ治ってんけど、ほんまに多分クエン酸かな、めちゃくちゃ痛くて、まだほんまにご飯が全然食べれなくって、今日の昼ご飯だからあれやった、何やったっけ、そのビダーみたいなゼリーとパン、結構柔らかめのパンしか食べれてません。ほんまに食べられへんくて、なんか食べられへんのもあれやな。俺の中ではワーワーの前が100点で、あー嬉しい、ありがとう、嬉しいです。リアルリアクション、え、そう、体張っててっていうか、自分で言うのはあれやんだけど、結構頑張りました、本当に頑張った。え、そう、そのね、なんだっけ、シュークリームがほんまに辛かった、あれは食べさせちゃダメなレベル。え、そう、じゃあね、じゃあみんなな、多分どうかなって思ってるかと思うんだけど、あの中身ほんまにクリームとか一切入ってなくって、ほんまに全部クリーム抜いて全部からし入れるやから、ほんまにそれはちょっとびっくりして。え、でもなんかね、大阪やからきつく聞こえるのか分からへんけど、なんかママもめっちゃ怒ってるみたいなコメントもあったっぽくって、そのショールームでね。それで全然怒ってなくって、なんかめっちゃキレてるやんみたいな、なんかなってたけど、全然全然ほんまにほんまにそんなことなくって、全然怒ってなくって、あ、なんかやってくれて、なんか嬉しいじゃないけど、嬉しいじゃないんだけど、一切嬉しいとかじゃないんだけど、こんばんは、お披露目でウインクしてもらって好きになっちゃいました。あ、ありがとう、りっちゃん、ありがとう。そう、ほんまにからしオンリー、そう、からしオンリーなの。2回目拒否っていうの可愛すぎた、ほんまにありがとう。え、そう、2回目はやっぱりね、その揚げた瞬間にからしが全部その結構下にね、そのお皿についてて、これ見えて大丈夫ですかって思ってたの。ショールームのみんなに見えてるかなって思ってて、言っちゃっていいですかって言ったら怒られた。ダメだよ言っちゃって思って、そのカンペとか出してる人もあかかかかみたいになってて、はーいって思ったけど、なんかそれでバレたからもう一回聞いてんや、そのえ、でもこれでバレたからいいですかって言って、あ、ダメって言われて、だから食べました。頑張って食べました、ほんまにな。うん、やばかった、苦痛だった。え、でもあの結構カリンとマナンチョスが
辛いのイケてる人やったから、それでその控室で誰か決めてみたいな言われた時に、なんかもういったらってみんな言ってくんねん。いやいやーって言って結構叫んでてんけど、一人でな騒いどってんけど、でもなんかその結構やっぱりね、なんか演技するの下手くそな気がして、そうで、それでうん、なんかそう行こうと思って、はいって演奏引かして、はいって言ったら、おってなって、えやっぱやめたとか言ってさ、なんかそうももちゃんに結構行ったらって言ってて、自分はももちゃん行ったらみたいな、えももちゃん行かんでいいみたいな、遠慮せんでいいよとか言い合いながら、それでなんか結局じゃあ行きますって言って行ってんけど、でもそれもそれでなんか気持ちよかった、自分でパッて手上げてなんかすっきりしたえそう、あのなんか最初こうやってエンジンみたいなしてたやん、こんばんはこんばんはヒロさんありがとう、そうこうやってエンジンしてたのは、え最初多分ね、はいじゃあ行きます行きます、はいじゃあどうぞどうぞどうぞでやるつもりやってんなやってんけど、でもそのそうワオがそう結構みんな楽しそうにやってたから、やっぱ人気入って楽しいから勝手に笑顔になっちゃってそうそれで、そうやっぱりね、それでほんまに演技せえへんかったらどうしようと思って、向こうがその赤のメンバーがね、なんかほんまに辛い演技そうしてほしかったから、だからそのそうあのくってちょっとって言ってワオが呼んで、みんなのこと、それで、あ消えちゃった、そうそれで言ったの、めっちゃ辛い演技してなって、めっちゃ辛い演技してな、で行くでって言って、あーって言ってんけど、カリンが泣いちゃって、そうそれでカリンが泣いて、すごい演技力って思ってましたね、すごくない、もう泣きあれへんよって、泣ける気がせえへん、裏切られた、うん、あの最初マナンチュのママの笑顔大好きなの、嬉しいありがとう、ふうかりん、あーふうかりんありがとう、えそう、はじめましてはじめまして、こんばんは、テラスタイトル2期生立ち位置12番クリトマです、お願いします、えそう、それでそうマナンチュの取るやつを取ろうと思ってて、違う、そう答えが真ん中って最初に言われてて、これにするねって言われて、でそれの前に最初から立ったらおかしいかなと思って、マナンチョのところに立って、でマナンチョにちょっと頑張って演技をしてもらいました、そうそう、でもね結構頑張って食べた、最初奥歯で噛んでて、でなんかいけるやんって思ってんけど、もーちゃんって大阪出身です、そういけるやんって思っててんけど、あちょっと待ってな、あれ書くな、テロップやってみたいね、人気範囲感想、はい行けました、えそう、それでそうほんまに辛いのめっちゃ苦手で、キムチとか食べたらあれ唇がめっちゃ荒れたりすんねんけど、からしはまあ唯一ずっと荒れへん辛いやつで、そうでもほんまに辛いの食べられへん人で、そう控え室でさ、そのからしってどんなからすか一回やってみやっつって、そうみんなやってちょっと指にちょっとだけパッてつけてもらって、せーのでパクって食べてんけど、カリンとマナチュ全然びくともせんくて、うん、でマオもなんかそんなびくともせんくて、ももちゃんがその時にでも泣いちゃって、ももちゃんがうーってなって泣いちゃって、でこれやったら逆にやばいなと思って、ももちゃんはしっかりそのできすぎててバレちゃうなみたいになって、で結局マオになってんけどって感じ、そうキムチの辛さは唇が荒れちゃう、なんか唐辛子がわかんのかな、でも辛子はまだマシみたいな、まだマシマシではないけど、そうだね、うんそんな感じ、普段は食べへん、はい普段、あでも最近ちょっとずつ食べるように、からしはかけない、おでんにからしかける、うんかけないの、そうかけへん、わさびも無理なんかほんまにちょっとやっていけるけど、なんかいっぱいとかは絶対無理だから、多分でもわさびじゃなくてよかったなって思う、うん
わさびってなんかもう入れた瞬間から匂いが来るから無理で、からしって多分噛んでベロとかについてドワーってなっちゃうから、そうびっくりしたほんまに。ママはからしを食べるの宿命、宿命って読むかな、宿命だったのかな。宿命って何ですか、何ですか、そういう運命ってことです。あ、ママさんいるママさんこんばんは、こんばんは。はい、辛いの食べたらマスタード、でもマスタードとからしの違いが分かってないけど、でもマスタードは多分いける。あのファミマとかでさ買ったらさ、ローソンとかでもなんかプチってやるやつじゃん、こうやってケチャップとマスタード一緒に作ってパチャってやってプチューってやってさ、なんかかけたりするやつあるやん、あれはいける。こんばんは、ニキハン本当にお疲れ様、ありがとうみんな、ごめんね本当に。学力、あそうやな、そう、そこ言っちゃダメだよそう、もうね今日疲れすぎててね、ごめんね、もう顔がダローンってなってるけどね、テンション上げていきまーす、頑張りますね。今日ね朝からほんまにもうマジで起きんのが苦痛やった。起きやーってママに言われね、いつもな、起きやーって言われるんだけど、あープチッみたいなうん、そうそう、今日な、そう学校でも楽しかった、久しぶりにみんなに会った気分。そうアメリカンドッグフランクフルトにはつけるのね、そうそうそう、つけるやつね、そうつけるやつ、ケチャップと一緒に食べるからいいのかな、あそう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 、え、でもこの前のほのと行った、ほのとかりんとモホとももちゃんで行ったチーズドッグもかけた、ちょっとね、そう辛すぎて食べられないかと困るから。こんばんは、あーるさんこんばんは、ワンバンコ、はいワンバンコイエーイ、こんにちは、こんばんは。え、そうエンジェ、エンジエンジエンジェエンジ、え、そうマジでほんまに待って、靴下の紐がなんかめっちゃ出てきた、一瞬ちょっと切っていい、え、そうほんまに、だってさほんまにな、あの学力ほんまにやばくてさ、そう自分でもびっくりして、そうなんかエンジェルは知らんくて、なんか天使ってなんやろうなと思ってて、天使みたいな、靴ひも、靴下の紐、そう靴下の紐なんか出てきた靴下の紐なんやろ、なんかほどけたんかな、ほどけたんじゃないな、なんかピロンってなった、ニキハイ見たよ、ありがとうしおり、ありがとう。え、そうでもねほんまにやばかった、え、でもほんまにニキハイは楽しかったです。そう三拍子さんがねフォローしてくださって本当によかった。大阪何時くらいに帰ってきたの、何時やろ、結構遅かった、新大阪に着いたのが何時やっけ、11時45分くらいかな、そんくらいだったと思うな、結構遅かったです。靴下に紐ある、ないです、すいませんこれからもボケ続けよう。え、ちゃうねんほんまにな、喋りすぎてな、そうあれやなと思って喋りすぎちゃったなと思って反省しております私え、でもねちょっと、え、目立ったかなって思ってつもりまおちゃん大阪から通ってんの、そう通ってます、大阪から通ってます。まおちゃんテンション高かった、ほんまにありがとう、あみきありがとう、夜だと大変だね、お疲れ、そうほんまに、うん新幹線寝てた、頑張っていきや、ありがとう、ありがとうございます本当に、そりゃは、そうほんまに朝起きの辛いです。草鉢その色、シソのイヤリングどこで買ったの、あ気づいてくれた、あ撮るな、イエーイ、これね友達が、これ YouTuber、はい来た、これ友達があのデビュー祝いやんねでくれて、それで今度つけてショールームするねって言って今日そのショールームをしてます。本当にね見てたらありがとう、ありがとうほんまに
つけてます。でこれな、こうやってこれだけでもこうやってねつけれるから、あ待って落ちた、 OK。 そうこうやってねこれだけでもつけて、こうやってかわいい、こんなんでかわいいから、そうお気に入りです。この前も東京つけていったかな。そう何のデザイン、なんかこんなやつと、あとね落ちたちょっと待ってな、こんなやつが見えるかな、普通にこんなやつです。そうそれをなんか合わせこうやってガチャンってしてここにかけるだけですけど、そうそれでつけます。そうこんな感じ、おしゃれじゃない、なんか自分大人になった気分、これつけたら今日大人の気分って感じ。そうそんな感じです。めっちゃいい、あほんまにお友達センスいいね。そう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 、めっちゃもうセンス悪いね、友達めっちゃセンスいいね、羨ましいねそうそうです、すごいの、なんか笑ってるお母さん、餃子イヤリングおーいなんでだよ、餃子じゃないよアルさんやばいやばい、餃子じゃないですね、はい皆さん間違えないでね、餃子じゃないね、おしゃれなんだよ、あオッケー、餃子も王将だけにやめて、みんなちょっとなっちゃダメだじゃどうどうどうこれね、はいもう餃子イヤリングでいいよろしいです、餃子風イヤリングでじゃあ OK です。ふんママ大きいイヤリング似合う、ありがとう嬉しい、ちょここら辺にな飛ぶな、もう一個なイヤリングがあんねん、面白いイヤリングが、これな羽のイヤリングです。えこれは自分がめっちゃ欲しくて買った、いた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 、あいた、ホタテの殻にも見える、やめてやん、普通のこれ、この生地はレースみたいな生地、オッケーみんなレースみたいな生地、レースの餃子なんかないから、オッケーレースのホタテもないからオッケー、見た目だけな、もう全然違う、めっちゃおしゃれでーすフラミンゴの羽、やめてやめてみんなこんな感じになります、これつけたら、でこれでこうやってさ、こうやってやった時に見えたらめっちゃ可愛くない、こうやってはってこんな感じ、3、2、1、はあこんな感じ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 、えこれも結構夏とかにその白の短パン履いてなんかに合わせたらすごい可愛く見えます。そう白にこれでワンポイントで合わせたらめっちゃ可愛い、ほんまにそうおすすめです。なんて書いてんの、ジャンバラ屋さん、わかんない、落ち葉、落ち葉じゃない、オレンジ色の羽です赤い羽募金、え違う、でも赤い羽募金のさ赤い羽は何個か持ってますそうあんねん、小学校の時ってやっぱもな、なんかもらおうくない、赤い羽ひらひらふわふわイヤリングでステージはやっぱり怒られるのかな、えわかんない、えでもなんかどうだろう、わかりません、偽赤い羽、違うオレンジ色の羽、そうでねこれよね、これやっていくね、スクショしてほしいです、3、2、1、はい、で次これね、これはこれだけにします、3、2、1、はい、そうこれでこれですね、うんこんなもんですかね、そうそれでそう TikTok もあり、いただいた TikTok もあります、そうね、今日は、ね、37分やで、もう37分、早くない、今日45分までです、そう幕張行くよ、ほんまにありがとう、すみさんこんばんは、あと何分だろう、わかんない、計算できない、45分までだよ、もっと好み教えてください、好みユニバ好み、ユニバ好み、え
そんな感じ。わかんない。そう、 TikTok でその羽のイヤリングよく見るよ。あ、そう、前つけてたよね。うん、計算できないんかい。あと8分だって、すみさん。すみさん、あと8分だって。みんなもあと8分だよ。そう、そう、あと8分だって。早くない？めっちゃ早い感じすっごいすんねんけど、気のせいかな。マオマオの好きな色何？黄色です。結構めっちゃ願っとってんやん。こうやって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 願ってて、じゃんってなって、ちょっとこうやってこうやって見上げたら、ゼロやんみたいな。ゼロやんみたいななって、嘘やろって思って、からし臭2個食べたのにゼロ。そこのそのからし臭を認めてもらいたかった。からし臭2個食べたの認めてもらいたかったです。だから多分ね、今日も夜ご飯たこ焼きやってんけど、もう痛くて全然食べれなかった。もうね、痩せそうじゃない、食べられへんかったら。それはそれで面白い。みーちゃんの可愛い写真も撮れたよ、ありがとう。また待ってます。 DM などイライラ待ってます、ありがとうございます。ね、42分、あと3分です。あと3分。そう、大丈夫、気持ち悪くならなかった。ほんまになんかもう、ほんまに何も食べられなかった。そう、その日の夜ね、ラーメン食べてんけど、なんかメンマとかやっぱ入ってるやん、ラーメンって。そう、それがね、噛めなかった、痛すぎて歯が。そう、なんかな、そう、キシキシすんねん。そう、クエン酸でキシキシするし、最初にで、その次にからしシュークリームで、めっちゃなんか辛いし、酸っぱくない、間違えた。辛いし、もうほんまにやばかったです。でも今回やったから、もう次は大丈夫かなっていうのもあるけど、でもまたや、とりあえず面白さを磨いていきます。うん、初見です、こんばんは。大輝さん、こんばんは、ありがとうございます。クリジャマオです、こんにちは。これだけあったかな、これ待って、これにしよう。あ、いっぱいついてきた、いっぱいついてきた、いっぱいついてきた。あ、いっぱいついてきた、ペラペラ。これです、なにわのスマイルモンスターワンワンです、ありがとうございます。酸っぱい生クリーム、そう、白いご飯食べるの、たこ焼きと。うん、食べない、たこ焼きだけです。たこ焼き、そう、たこ焼きだけ。無理しはしないでね、心配するから。心配しないで。今度はビリビリペンですね。しない、絶対ビリビリはしない、絶対に絶対にしない。よし、ランキング読んでいきます。17位、間違えた、ごめん。13位、タディさん、ありがとうございます。12位、フーカリン、あ、ありがとうございます。11位、フカシーモさん。
ふかしんおさんありがとう。10位セブンセイブさんごめんなさい、セイブさん、あ、え、合ってるよな、セイブさんありがとう。9位メイ君、あ、ありがとう。8位メキティありがとう。7位な夏祭りあつり、あ、あつり、あつりありがとう。6位クソバチ、あ、クソバチありがとう、いつもありがとうございます。5位マチャポン、ありがとう、いつも本当にありがとうございます、ありがとう。4位ミッキー、あ、ありがとう、本当にモーンズありがとう、嬉しいです。3位レバノンさん、ありがとうレバノン、ありがとう。2位ジャンバラさん、ありがとう。1位モスヤンさん、おめでとうございます、ありがとうございます。本当に皆さん今日も楽しかったです、本当にね、ありがとうございます。またね、そう45分だからね、ありがとう、頑張るね。また明日もね配信あるので、45分間違えた30分ね、ありがとうございます。短い時間だったけどね、みんな勉強しようね、私も勉強今から、今から死ぬひんけどありがとう、またね、バイバイ、ありがとう。